サンドウィッチはイギリス海軍の90門に当選列艦。1759年4月14日にチャタム交渉で浸水した。1780年、サンドウィッチはジョージ・ロドニー帝督の機関としてサンビセンテミサキの月光の海戦を戦った。その後すぐ改装され、浮き放題として用いられた。1790年からは港に係留された。 1797年のノアの反乱において、サンドウィッチは反乱の首謀者とされるリチャード・パーカーによって帰還とされた。そして反乱鎮圧後は首謀者たちを吊るす場として使われた。この船は1810年2月に解体された。トラファルガーの海戦にてフランス艦隊機関ビューサントルを砲撃するサンドウィッチ。サンドウィッチは実際には本海戦に参加していない。 また後ろにテメレーア、ビクトリー。オーギュスト・メイヤーによる、油彩画サンドウィッチは、フランスの海軍画家であるオーギュスト・メイヤーが描いた、トランファルガーの海戦を主題とする絵画に登場している。しかし、これは、メイヤーの勘違いで、サンドウィッチは、トランファルガーの海戦には参加していない。ありがとうございます。